それではお時間になりましたので次のセッションを始めます。この時間は長谷川博夢さんにブロックエディタでウェブサイトの制作がどう変わったのか実装事例から見る現在のワードプレスの設計と構築というタイトルでお話しいただきます。 長谷川さんは、ハムさんのお名前の方がご存知の方が多いかもしれませんが、ウェブ制作をしながら、クラシックエディターの時代からブロックエディターの時代へと流れ込んでいく中で、どのように制作の仕事が変わっていったのかを伺うセッションです。それでは、ハムさんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。長いおタイトル、長いタイトルつけたんですが、えー、実はちょっと変えまして、えー ワードプレスのブロックエディター登場で制作がどう変わったか実例をもとにワードプレスの設計と構築をお話ししたいと思います。で、なお本日の内容はスライドを共有しますのでメモは不要なんですが割と画像がたっぷりなところに補足を入れるのでもしかしたらメモは必要かもしれないというスライドを後から変えられなかったのでお伝えいたします。はい、えー。まずちょっと皆さんにご質問です。ワードプレス案件やられてる方あ,ありがとうございます。 これをもうブロックエディターとサイトエディターの利用で構築をしていますかと聞くと、えー、多分手が上がらない気がするんですが、どうでしょうかもうエディター、サイトエディターも使ってるよって方ありがとうございます。少なかった。<laughs> はい。なので、皆さんの設計とか構築も、まあ、あの、変わったかどうかっていうところをちょっと思いながら、えー、この話を聞いていただければなと思います。ちなみにこの話ですね、実は2019年、えー、この前の 大阪の内容でも、ブロックエディター、サイトエディターではなくてブロックエディターが登場してたので、その内容を同様の質問を実はしてました。その時は当たり前にほとんどの方はまだ手を挙げなかったんですけど、ちょっとちらほらいたので、今日はちょっと嬉しいなと思っております。ちなみにそれはですね、2018年の12月6日、これ何かっていうと、ワードプレスの5.0が出た時です。この時にブロックエディター登場しております。なのでもう5年経ってるんですね。 なので、ワードプレスの制作フロー、本当は変わってるだろうという思って話をし始めようと思っているんですが、意外とまだ5年だと変わらないもんだなというようなのを、実は昨日のイベントだったりも、あのコントリビューターですねとかいろんな話を聞きながら思ったりしております。まあそんな中でちょっと最初に自己紹介を今からやうと思うんですが、したいと思います。長谷川 言いますが、えー、先ほど紹介したようにハムと思ってください、えー、同じ長谷川さんが今日最初に登壇してたんで紛らわしいと言われますが、えー、ハムと申しますで、えー、こんなアイコンだったり、えー、こんなアイコンだったりまあ、そんなロボットだったりが登場しておりますがこれ辺もえ私のアイコンなのでぜひ見かけたらハムさんだなと思ってください で、私ですね、普段北海道、札幌の方におりまして、そこでサックスという勉強会を、だいたい、今、ほぼ毎月じゃなくて、だいたい毎月やっております。えっと、ここ数かけて休みしてたんですが、2月から、違うですね、3月から復活してやろうと思っております。まあ、こんな感じで、今と同じような感じのですね、セミナーの形式の方をやっていたりします。まあ、ぜひ皆さんで、ね、北海道のイベントにも参加していただければと思います。問題です。 ま、先ほども話したんですが、ブロックエディターやサイトエディターが登場しました。まあ、その登場によって、まあ、もちろんながら、えー、ワードプレスの設計とかっていうのは変化していっているはずだろうと思っております。が、まだまだちょっと過渡期なのかなと思いますね。ちなみに、あの、誤解を恐れずに言うならば、今のワードプレスっていうのは、クライアントワーク、そうですね。d p ドプレスのクライアントワークは、クライアント専用のノーコードツールを構築することだと、 私は思っておりますなのでお客さんがいかにその ST m ーとか気にせずに書けるかそのままブロックで作れるかっていうのがポイントになります今の管理画面このような画面にな大体なっていますね左側にブロック選択ができるようになったり見出しだったりっていうのをどんどんブロック選択しながらそのページを構築していくっていうような流れになっています なので、今どういうことだっていうと、サイト全体は管理画面から変更可能になりましたし、コンテンツはブロックで、一個一個のブロックで構築可能です。で、かつ、HTML がわからないっていう人でも投稿できるというのが大きなポイントになっています。そのための設計というのが今は重要だなと。 なんならクラシックエディターでも HTML なんか気にしてないじゃんって思う方もいらっしゃるかと思うんですけどいやいやそんなことなくてやっぱりクラシックエディターの時はえ難しいことやろうとすると HTML 編集してたんじゃないかなと思いますちなみにえこのような話のきっかけになったですね2023 20年の11月昨年の11月にえトロさんがですねえ僕が考える HTML サイトをアドバイスにする話というのをえ関西の方で行っております この話をインスパイアしたような話なんですが、ちなみにですね、これとは真逆の話を実は過去のワードキャンプ東京で私話してしまってまして、2016年の内容ではデザイナーが効率よくテーマ作成を進めるためのような話をしておりますま。この時はですね、クラシックエディターの時に多くあった制作フローの話をしてしまってまして、どんな話かざっくり言うと、HTML を作ってから、その HTML を元に制作しましょうという話をしてました。 多分ですね、おそらくこの会場の半分以上の方は今でもこの制作フローなんじゃないかなと思います。で、えー、入力の多くは、えー、HTML 作った後カスタムフィールドに置き換えればいいよねとか、まあ、あとその中身は、えー、テーマほとんどテーマに入れたり、まあ、テーマじゃなかったとしても HTML を編集画面であのエディターのモードじゃなくあ、えー、と HTML が入力できるモードに変えて入力してるんじゃないかなと思います。 まあこの方法ですと、えー、変化とか変更とか追加が管理画面からできないというのがなかなかのポイントですね特にテーマ側に全部書いてしまった場合は変更するためにはテーマを変更しなきゃいけないんですね、まあ、そういったデメリットだったり管理画面と管理画面の見た目をあまり気にせずにとりあえずあのプレビュー見てくださいみたいな方法を多分おそらく皆さん取ってるんじゃないかなと思いますでかつ、えー、特に えとカスタムフィールドとかをガリガリ使ってしまうと、リニューアルの時にも同じ構成が大体必要になってしまうというケースがほとんどだと思います。要は入力したフィールドの値を取り出すためのコンテンツを、あの、HTML とかフィールドを書かなきゃいけないと。まあ、すごいシンプルな例ですが、どういう構築が例だったかというと、HTML をこういうふうに書きますよね。その後に、皆さん多分こういうふうな置き換えをしてるんじゃないかなと思います。うーん、が大きいな。<laughs> <laughs> 多分皆さん、うんっていうことうん、やってるわっていう話ですよね。まあ、なんですけど、えー、あとコ,コンテンツ部分はカスタムフィールドの場合っていうのも、こういうのもあると思うんです。だからさっきの置き換えプラス、あ,のあとカスタムフィールドの部分ゴリゴリ書いてると思うんですよね。あのテーマの部分に。まあ、入力箇所を限定することで、HTML を先に、えー、と制作しても手戻りをなくすっていう点には確かにありだと思うんですね。で、えー、先ほども言ったようにテーマに直接書いたり、HTML を管理画面で投稿したりっていうのがほとんどだと思うんですが、 これってカスタフィールドのすごい良、えー、し悪しがあると思ってまして、いい点では確かに入力の制限、お客さんにこれをさえ入力すればページができますよっていう制限はできることができるというのが、えー、ポイントだと思います。決まった入力で制限をすることで、えっ、ー、と、予期せぬ使われ方、もう崩れたりするのが嫌だよっていうお客さんも多いと思いますね。まあ、その、それを入力を、もうこれとこれとこれさえ入力しておけば、 ページができますってしてれば、教授をもう崩れることがないですよね。なので、どこに何入力するかの明確化できてるっていうのは確かにポイントだったんじゃないかなと今では思います。しかし、結果、ど,どういうことが多かったかっていうと、作り切りが大前提になってしまいますね。フィールドがそのまま同じままリニューアルされれば、そのまま使えますけど、まあたいフィールド変わりますよね。なので、え、ー 作ったあのリニューアルするとかいうタイミングの時には大体フィールドをもう一回作り直して何ならそのフィールドに値入力し直してみたいなことをやってるんじゃないかと思います。また、えーと作っえー、リニューアルじゃなくても例えばその制作とか運用の過程で入力の内容に追加とかこういうふうにしたいよって時もあっても、えー、フィールドを追加してテーマ変えてっていう2つのことをやってると思うんですよね。 まあそれによってテンプレートの制作構成というのは増えているかと思います。HTML 直したいんだけど、えー、HTML 直すだけじゃ終わんないしというようなことがいっぱい起こっていると思うんですね。まあ、本当にワードプレスでそれいいのっていうのを、えー、もう一度考えるべきだなと思っています。まあ、これについては先ほどのスライド、えー、と11月でトロさんが話したという中にも入っている一文なんですが、 html を先に作ってから、それをワードプレスに合わせて直していくという方法については、とりあえず素敵な服を自由に作ってから、それを着る人に合わせて直すというような工程を皆さんもやっているんじゃないかなと思います。まあ、要はもう作ってしまったら、もうそれ前提で他もやんなきゃその後の工程もやんなきゃいけないので大変ですよねっていうような意訳ですね。まあ、それからは、え、ー ここからが本どっちかというと今日一番伝えたいところなんですけど、今はそういう作り方よりも、もうグーテンメルク、えっ、ー、と、ブロックエディターが出たのから、制作を見直そうというのが本題になります。ブロックエディターが登場したことによって、その構成が変わります。まず一番目は、先ほどから HTML 作ってたよっていう人は、まずは HTML を使わない、作らない。HTML を作り始めるのはもうちょっと後の工程だよ。とういう風うなのかまず前提になります。 一番初めにやるのは2番目に書いている、どの構成で、どの構成を使ってそのページを実現するかっていうのを検討を始めるのが最初です。で、その構成単位を今度は制作をし始めて、えっ、ー、と、一通り必要なブロックが出来上がったら、あとはそれを使って入力し始めるという段階になります。これを、えっ、ー、と、一番、一番伝えたいのは1番目と2番目ですね。今までやってた工程とは違うんだよっていうのがポイントです。 で、かつ、えっ、ー、と、これらの、えぇ、ー、制作過程じゃなくて、制作の達成を、えー、条件。要は、これさえ、これをうんと目標にやろうっていうのが、この3つに書いたのとこなんですが、えー、まずは、今だったらサイト全体、要はサイトエディターも使って、サイト全体を、えー、管理画面から変更可能にしよう。というのが、ポイントになると思っています。そのため、全ページ、全コンテンツがブロックになるのが理想です。 ちなみに理想というのは、サイトエディターでどうしても対応できないポイントも、やっぱり今でもまだまだあるので、そういうところはちょっと変える、ちょっと工夫する必要があるとは思うんですが、それさえなければ大前提は全ページ、全コンテンツを HTML ではなく、サイトの管理画面から変更できるようになっているところがポイントだと思います。で、かつ、 一番最後先ほどもお伝えしたように、HTML が分かんなくても、とりあえずブロックさえ追加、削除してれば投稿、えー、とかつ順番並び替えれば、並び替えれもできるよ。というようなことをすれば、お客さん、えー、例えば納品した先のお客さんが HTML を書けない、HTML 書いてあっても分かんないよっていうところが入ってこない、えー、分かんなくても大丈夫だよというところができます。 この後の流れもちょっとブロックでで,できるだけ作りましょうという話を続けていきますが、それらを、ポイント、この3つを押さえながら聞いていただければなと思います。まず考えなきゃいけないのは、そのページ、デザインをどう構成しながらやればいいのかというのをまず分解していくというのが作業必要になります。主に 5, パ5個、この5個の要素で分割すればある程度は実現できると思っています。 まずはブロックのスタイル、そしてパターン、あとはその2つで実現できないところはもう開発しましょう。で開発、もしくは開発しなくてもプラグインで実現するんだったらプラグインを入れましょう。それでも、えー、とできないところはテンプレート、もしくは、えーとまあ、テンプレートじゃないとできないところもあるのでテンプレートはあとは見回しましょうというところですね。この5つをポイントにしながら今日は見ていきたいと思います。 ちなみにちょっと今日ご紹介するえと例示は、このサイトをちょっと例にとえおご紹介しようと思ってます。あの、ご存知の方もいるかもしれませんが、マーケティングオートメーションで日本国内で出しているえーとツールの悟り算定サイトのえをえ弊社の方で行っていましたので、ちょっとそれを例に今日はご紹介しようと思っています。ちなみに、これをデザイン。 デザインのちょっと例ですね。デザイン、例ではなくてデザインで出てきたものを弊社の方ではこういうふうにあのコメントを入れてるよっていうようなポイントになるんですが、ちなみにデザインは弊社が作ったのではなく、ちょっと別な会社さんがまた入っているっていう前提条件になります。なので、えー、工程としてはちょっと難しいというか、あの、要は、ワードペースを知っているっていう人がデザインしたじゃないっていうのがポイントになります。まあ、特にですね、あの、こういう、 ここどうやって実現するんだろうっていうのをポイントポイントでやっぱ見直しながら見直しとかって考えながらえーと制作は進めていましたここであればえまあここの例をちょっとざっと言うと3カラムのカード型のえところでマイナーの余白はどうしようかなあギャップという設定でいけるよねそしてえアイコンのところ下のところはなんかアイコンつ、えー、入れたりするかしてやりましょうと まあそんなのを最初のデザインをもらった時点で考えて、結果実現したのが、管理画面からもうこういうふうに入れられるようにするっていうところです。えっと、左側にちょっと文字見っちゃっちゃって見づらいかもしれないんですけど、画像とちょっと重なってえっとずらしてる部分があるので、マイナスマージコンテナって書いちゃったんですけど、ネガティブマージンが使えるようなえコンテナをまず1個作り、 そこはちょっとカスタムで作ったんですね。で、かつ、中身の方に関しては、えっとで、できるだけデフォルトのブロックを使って、カラムで分割して、で、えー、ボックス自体を、ボックス自体をリンクにしたいっていうので、当時は、えー、っと、そうですね、ボックス自体リンクする機能がないので、ボックスリンクっていうブロックを作り、あとはテキストで、えー、それぞれの中身を追加したというような構成にしています。 これだけ見れば、あ、なんだ、あの、ここで作ったってなると、マイナスマージンコンテンツと、えっ、ー、と、リンクのブロックだけです。あとはもう標準のところ。あ、まあ、正確に言うと、テキストの部分にちょっと大きな文字が入ったり、色変わってるところありますよね。そこのカスタマイズもちょっと入ってます。これはちょっと後ほどまたご説明しますが、えっ、ー、と、大体このような構成で作れるよっていうところです。 紹介はし,してないんですが、下も同じようなことで、でき,できるだけデフォルトの、えー、ブロックを使い、デフォルトでできない部分だけを抜き出してカスタムして作ってます。あと、ちなみに先ほどのデザイン出てきた段階で、えー、とまずは、えー、さっ5個の要素のうちどれに該当するのかを、えーじゃ場所、バックログを使っているので、バックログにまず登録し始めます。あの考えたうちに、こういうふうに作りましょうっていうのをどんどんカテゴリーもつけながらですね。 入れてってっ、まあ、そ,それをすることによって大体ページはじゃあどのぐらいの構,成があの構築の、えー、時間がかかるんだろうっていうのをこの段階で一応、えー、把握するようにしていますそのためデザインもらった段階では実はそれパッと分かんないので構成の算出って結構難しいなと思ってます、まあ、前提があってパッと見た時にいろんなパーツがあるな ってったら、やっぱコースかかるなと思うってことですね。逆に言うと、パーツが少なくて、あんな仕様なので全部いけるってなったら、あ、これは楽だみたいな感じにもしかしたらなるかもしれません。なので、ここに分解して登録した数が少なければ少ないほど、コースはかかんないなっていう判断ができると思います。で、えー、 さっきあのテキストの装飾って書いたところ、ああお伝えしたところですね。は、まあ、どうしてるかっていうと、リッチテキストとかのスタイルの追加機能っていうのを、えー、カスタマイズして追加しています。これまた後ほどちょっと紹介するんですが、だいたい、えー、あるように、えー、っと、テキストの下に微妙にマーカーラインがついてるようなデザインのときですね。あの、ま、あいやじゃ、後ほど。 はい。というので、えっ、ー、と、まずは5つの分類にしたい,したいと思いますが、その一個一個見ていきたいと思います。まず、ブロックスタイルですね。まあ、これはもうデフォルトで入っているブロックなので、一個一個入っているブロックがどんなのか思い出しながらちょっと見てほしいんですが、まあ一番シンプルなところで言うと、見出しと段落、そしてあとリストだったり、えー、ボタンですね。ここでは、まあ見出しのちょっと例を出しただけなんですが、えー、 カスタマイズするときどういうことかっていうと、まあ、多分多くの人はクラスをつければいけるよねっていう感覚があると思いますけど、えー、それだけだとお客さんはやっぱクラス書かなきゃいけないじゃないですかではそれは大変なので一応ブロックのスタイルの部分を、えー、この右側スタイルズのところで設定できるように、えー、できるだけ多く使う部分はそこに抜き出しますパターンがある場合はこれですねパターンがなくてそれ選択さえすればそのスタイル当たるよっていうだけであればここは別に不要だと思います ピッックアップすると大体こんなですねあのこ,こを活用されている方は多分い,い,のいろんなパターンを登録されているんじゃないかなと思いますが基本あの特に何もないシンプルなデザインであればデフォルトだけでいいと思いますデフォルトじゃなければここにどんどんあとはスタイルの種類パ,パターンというか種類です、ね、を追加していくというようなことが必要になりますでそれの上で、えー、とスタイル、えー、ここに先ほど 登録するとは言ったものの、まあ、どうしてもやっぱクラスじゃないと実現できないんだよね、みたいなところがあったりします。まあ、そういうときはどうしてるかっていうと、ブロックのパターンを用意するようにしています。まあ、いろんな組み合わせで、先ほどの例も、えっ、ー、と、マーニャスマージンブロック、なんとかブロック、なんとかって入れたと思うんですけど、あれをじゃあお客さんにいざ実装してくださいっていうと難しいですよね。 なので、えーと、そういったところに関してはな、えーと、ブロックの組み合わせで何度も利用するようなところはパターンに登録してお客さんに渡すということをしています。まあ、ここは入力のフォーマットの代わりとしてなので、カスタムフィールドでもこういう定型の場所を作れるよねっていうところに関しては、パターンを作るっていうのが逆にとポイントあの大体のポイントになるかなと思います。あとは複数のページで共通で利用しているようなところとかは、えー パターンだけじゃなくて、あのシンクパターン、あのなんだっけ同期ブロックみたいなところで同期しながら使うっていう、えっと、登録すれば、1箇所変えれば全部同じようなブロックが全部変えられるというところにもなるので、まあ、それらも選択するかどうかを選ぶことができます。ちょっと見づらいんですが、パターンもブロックの隣にパターンズというのが登録された一覧が出るようになっています。 ここに登録さえすれば、ここにで一覧として出てくるですね。ここです。で、オールパターン e から選択すれば、あの、いろんな、とりあえず出てくるものは一覧を見れますし、一覧から見つけづらい、とってもいっぱいパターンがあるよって時は、やっぱカテゴリーを設定しておくことによって、カテゴリーから、えー、自分の好きなパターンを作るというか、使いたいパターンを選択できるということにもできます。ここのパターンですね。 多分、結構皆さんパ、えー、ブロック、さっきの HTML は登録してるんだ、じゃない、HTML で作ってるっていう方じゃない、もうブロックは作ってるんだよって方も、もうパターン登録されてるかと思うんですけど、パターンは結構活用ポイントだなと思っております。ちなみにパターンですね。あの、昔は、えっ、ー、と、ブロックエリア登場し当時は、パターン作るのもちょっと手間だったんですよね。あの、え、パターン作ってから、一番シンプルなどうだったかな。コピペして、えっ、ー、と、 テーマの方に書いとくとか、そういったことが必要だったと思うんですが、今ちょっとシンプルになり、えー、自分のパターン作りたいときには、えっ、ー、と、作りたい範囲のブロックを選択して、えー、パターン登録ってやれば作成ができます。し、えー、共通の、えー、全てのところを同期したいときは同期のところをチェック入れれば、それに変わるようになっています。前だったら再利用ブロックって言ったところが、今は同期のブロックになっております。 ちなみにパターンですけどあの自分が作ったパターンじゃなくてどんなパターンがあるんだっていうのは、えー、パターンズっていうサイトのページがあります。オルグのページのところにパターンズっていうのがあるのでぜひこちらの方も今見てもらえればいろんなパターンがあるなと逆に言うとこれをパターンをカスタマイズすることによって自分でもパターンをそんなに作らないといってもいいかなっていうのもできるかと思います。 続いて、スタイルとパターンでどうしてもできないようなパターン、あの、ものが出てきた場合ですね。その時はどうしてもブロックの開発が必要になるので、えー、開発をします。が、えー、開発のポイントとしては、えー、デザインでやっぱり見た時に、あ、これ無理だなっていうところです。あの、ま、一応上げると、これも見た時に、これ横線どうするんだろうとか。逆に言うとそ、その、見づらいんですが、 一番左上に防線の上に導入直後とか運用フェーズって書いてあると思いますね。それ運用、あの、このブロックを作るときにどう入力するんだろうとかいうのを考えると結構複雑になるなっていうのがわかります。ので、えー、こういう複雑すぎるのは逆に言うとお客さんと話し合ってワードプレスで実現できる範囲はこれですっていうのを提示しながら進めるようにしています。 そもそもこれシンプルで作ろうとすると、シンプルじゃないですね。ワードプレイスが本当に実現できるかというと、結構難しいポイントがいっぱいあります。今言った文字のところもそうだし、微妙にグラデーションがかかっているのがわかると思いますね。しかもですね、これ、PC 版のデザインだからなんですよね。SP 版イメージできますか皆さんこれ。あの、こういうふうに出てくるんですよ <laughs>。あ,あ、もう無理だと。ね、あの、気づきますよね。あの、要は、 html 作ってる人も多分ブロックじゃなくても html だったら、あ、これもう2つ登録するしかないんじゃねみたいなことを思い浮かぶ人が多いんじゃないかなと思いますし、いやいや、画像で作れば一発でしょと思う方もいると思います。まあですね。あ、確かに画像作れば一発、一発というかまあ2つ登録は必要ですけど、まあ実現できるようですよね。まあ、で、最終的にはどうしたかっていうと、お客さんと相談して、もうちょっとシンプルにしましょう。ということで、文字はえと最低限、上の方にちっちゃく入ってたやつは入れない。 それはテキストの方に入れるんですね。これがこれに変わります。で、えー、と矢印も一番左についてたのが、えー、と1個目と2個目の間だけにしているようにしていますし、グラデーションも、えー、まとめたポイントとしては全体で1個だけ。要は、えー、ステップ1とかステップ2とそれぞれで同じようなパッ色のカラーパターンだけを登録できるようにしたんですね。ちなみにカラーパターンも登録したんじゃなくて、カラーパターンが選択できるようにしてあります。 ので、別にだから色、これ緑から、あの、このグラデーションじゃなくても、単色で設定したかったら同じように作れるようにできますし、なんならテキストも全部色変えられるように作っています。っていうのが、えっと、ここで作った最後のポイントになります。で、えっと、SP にすると、やっぱこれがですね、最終的にこれ、今管理画面でも見た目がほぼ一緒なんですよね、大体。 全てが一緒ではないんですけど、大体一緒に作って、もう、あ、こんな形で見えるんだね。プレビューしたらこうなる。ほぼ一緒ですね。で、ちゃんと SP も縦に入れるように形しています、まあ。実装者は相当悩んだなと思っておりますが、えー、やっぱこういうところは悩むポイントだし、時間がかかるポイントにはなります。なので、まずデザイン出てきた段階で、それが本当にデザイン、えー、再現可能なのか、 調整、じゃあどうするのどういうプロパティを持たせて、どういうカスタマイズするのっていうのを考えながら作るっていうのが必要になりますので、今考えた上で難しいポイントはお客さんにもこれ難しいんです。ブロックで作るためにはこうしたいんですっていうのをちょっとちゃんとお客さんとコミュニケーション取りながらやります。ちなみに、あの、録画されてるけどあれなんですけど、あの、お客さんとのコミュニケーションです。デザイナーとのコミュニケーションは諦めました。はい。 あちゃんとですね、あの、デザイナーさんから出てくるんですけど、あの、あれ、一定期間ちゃんとやり取りしてたんですけど、それ HTML でできますよねって言われた瞬間にちょっと諦めました。まあ、そうなんですけど、そうなんですけど、お客さん HTML 入力するのっていうね。はい。そんなポイントです。まあ、なので、えー、再現できるかどうかっていうよりも、汎用的にできるかどうか、ですね。えー、そのパターンが他でも使われてるかどうかも含めてなんですが、 汎用的にデザインが、ええー、されてるかどうかを見ながらブロックに再現するっていうのがポイントになります。で、えー、ブロック内の一部だけ、そのパターンで作るんだけど、イレギュラーでここのパターンだけ違うみたいなやつが、やっぱどうしても出てくる時があるんですね、デザイナーさんによっては。そういったところも全部、まあ諦めてくれって言って切り捨てます。できる範囲のデザインの提案にしてくれっていうのを、やっぱりやる、やり取りするのがポイントだと思います。もちろんできないわけじゃないんですよ。 お金かけますかってとこですね。一番下もそうですね。カスタム HTML、CSS ならできるんですよ。わかるんですよ。けど、それ運用で本当に変えるんですかそれ誰が更新するのメンテナンスするのテキスト変えるのお客さんですよねってで。テキスト変えるだけだったらいいんですけど、色変えたいって言われた時それ、その色変え誰やるんですかっていう。とこまでを、えー、考えながら、やっぱブロックは作るっていう人が必要があるので、カスタムブロック作るときも、このポイントは押さえた方がいいと思います。 はい。続いてプラグインです。プラグインで話すると、えっ、ー、と、いろんなこと、プラグインならできますっていう話ができるんですが、ちょっとこの今日はここの中でも、えっ、ー、と、さ、一例だけ紹介しようと思います。先ほどお伝えした、このマーカータイプのところですね。どっちかっていうとですね、これお客さん専用のプラグインを弊社の開発して、プラグインとして提供した。ので、プラグインって言いな、言いつつも、えー、まあ、そういう機能を作れるんだっていうところです。えー、通常であれば、 このハイライトの機能を使えば、あの、選択したところの色を変えるってこともできますし、テキストの色を変えるってこともできます。このように今赤に変えるというですね。で、これだとでも、マーカーついたところが、えっ、ー、と、まんま上から下まで同じ色になっちゃうんで、あの、ちょっとしたかせ、あの、線をつけたいっていうような先ほどの見たデザイン。これとはちょっと違うんですよね。なので、どうしたかっていうと、 あ、そう、ここですね。こういう、この、こういう風な、色も違うパターンが出てくるんですよ。黄色だけじゃなくて青だと。まあそういったときに、えー、この、インラインのブロックをカスタ、ブロックというかインラインのスタイルを選択できるようにカスタマイズをしています。これを今プラグインで実現したんですね。もうちょっとピックアップすると、多分普段は見慣れないような、 え、選択したところのサイズだけを変えるっていう機能を用意しています。ちなみに右、あの、右側にもそういう機能あるじゃないかと思いかし人がいるかもしれませんが、あれやると全部変わっちゃうんですね。そのブロック全部が。なので、選択したところだけを変えるっていう機能として、これを用意しました。もうちょっと柔軟性を持たせようと思えばできたかもしれませんが、そこまで柔軟ではなく、もうマーカーも、えっと、黄色と緑とダググリーン。っていうところですね。あとは、角丸、えっ、ー、と、グラデーションするのかとか、 必要なところだけを本当に入れたという。で、えー、これらはもう全部管理、えー、管理画面から追加したかったところですけど、そうではなく、ここに関してはもうあらかじめ用意するというところで、えっ、ー、と、セッティングの JSON を用意して、セッティングのところで入れたら、そのクラスが当たるように作ったっていうところですね。クラスじゃないスタイルか。そのような構成で、あの部分を実現しています。 プラグインとは言いつ,つもプラグインあとオリジナルで作ったっていうところで言うと、プラグインというよりはえもうちょっと構築に入るかなとは思いますがさ、えー、文字を選択して変えるっていうところの機能も含めれば、実現するブロックとかデザインは幅広くなるかなと思います。わざわざだからカスタムブロックを作らなくても、カスタムのえインラインのブロックを作ればいいというところですね。あ、インラインのスタイルですね。 最後にテンプレートです。今だったら、この実装として先ほどのサイトだと、紹介しているこのさとりさんのサイトだと、実はあのリリース当時はまだサイトエディターが出始め、もしくは出る前だったかな、ぐらいの時期だったので、全体はまだブロックにできていない状態です。ですが、一部はテンプレートをちゃんと利用しています。今だったら、テンプレート機能、サイトエディターの機能で、 すべてのページがブロックで構成できるようになっていますね。まあ、その一連としては、この最新の、えー、これ5、今、ベータ版ですけど5.2の管理画面だとこうなっていますし、えー、その中でもヘッダー、フッターを変えたいときは、えー、このエリアを選択するというような機能も管理画面からできるようになっています。管理画面から選択して、その場所のブロックをどのようにするかって選択ですね。そうすると、サイト全体で使うものの共通的なところもブロックで変えれるという流れになります。 で、テンプレートパーツ、えー、これ、ヘッダーフッターはエリアとかに入ってますが、えー、テンプレートパーツっていうところも活用可能で、えー、テンプレートパーツ登録しておくと、まあ、その、えー、先ほどのヘッダーフッターだけじゃなくて、まあ、その他サイドバーとか、これはもう2024ですね、のところで入っている例ですが、こういったテンプレートパーツっていうのも活用できる。 これをですね、えー、説明細かくしようかと思ったんですが、ちょっと今日は割愛させていただきますが、一応テーマと部分はテーマの、えー、HTML 書くだけじゃ、という話じゃなくて、テーマもブロックで構成できるんだよっていうところをちょっと今日は覚えてくれ、いただけたらなと思います。闇にあの管理画面、これここから先に入ると、例えばフッターの例ですが、フッターも全部これブロックで作られてですね、共通部分もさっきのページと同じようにブロックで構成できますよっていうような画面です。 サトリさんも、えっと、フッターの部分はこのように、えリ、カラムで分割して、カラムの中にはリスト入れて、リストの中にリストってちょっと複雑な構成なんですが、このような構成でフッターは作られています。こうすることによって、フッターのリンクの部分も全ページで共通するようなテンプレートパーツで構成できたっていうようなとこですね。最初、これがちょっと出る直前までは、えっと、テンプレートパーツではなくて、え なんだっけウィジェット機能を使っていたんですが、ウィジェットをやめ、ウィジェットだと作られて表示できる部分がちょっと限られていたりするので、全部最終的にはテンプレートパーツに置き換えたというエンジニアの選択でした。まあ、なので、えー、ここまでいろいろパターンを見てきましたが、パターンというか分解した要素を見てきましたが、えー、わかるかと思うんですけど、まずは設計が大事なんですね。これらをどう実現するかが、この部分、 制作が今まで多分スタートとしてはもうとりあえずページ作りましょうみたいなので作ったと思います。いや、そうじゃなくて、まずはどのブロック、どのテプレート、どのスタイルを当てなきゃいけないかっていう設計の部分が今は重要になっていると思います。そのページ、サイト全体でどういうパターンがあるのか、どういうブロック作れば構成できるのかの設計です。まあそうするとですね、やっぱり実装者のスキルにもよりますが、 運用する人のスキルも踏まえて検討する必要があります。だから運用も踏まえて仕様を詰めましょうというとですね。運用の時にどういう入力が想定されるのか。色を変えるのサイズ変えるのとかも含めてですね。その運用に合わせてどのようなコンポーネントを用意しなきゃいけないのかっていうのが、まずは考えるポイントです。し、何よりもブロックエディターでどう作るのっていう理解が必要になります。 どんなブロックがあって何ができるのか。そのブロックでどんな HTML が出力されるのスタイルがついてるの多分今まではこのブロックでどんな HTML が出力されるのかを、まあ、考えつつ HTML 最初に作った人がいると思うんですけど、結局それ難しいですよね。だから HTML が先じゃなくて、ブロックで、えっと、ちょっと,めどあと大変かもしれないですが、リアクトのところでどう実現するかとかにもなるかと思います。あとはそのペサイト全体がコンポーネント。 で作られるよ。どういうコンポーネントとして、パーツを用意するのかっていう意識の設計、意識した設計ですね。と、スタイル設計が必要になります。で、カスタムブロックは、えー、全部をカスタムブロックすれば確かにできるんですけど、結局それって大変なので、カスタムブロックはできるだけ最小限に抑えて作る必要があります。まあ、それらを、だから自分たちのスキルに合わせてどう作るのかって考えるのは、割とやっぱり皆さんのスキルにもよるなっていうのはわかりますし。 だけど、デザインさえ何とかなれば実は、ブロックでどう作るかってもうちょっとシンプルにできるなと思います。ここでは、こんな時、デザイン、えー、この、こんな時のデザインはやっぱり時間かかるよっていうところをいくつかピックアップしてご紹介します。その前にあれですね、デザイナーも実装条件の把握が必要な、特に難しい5個。 一つは、レスポンシブの変化,変化と、最大と最小のサイズ。どこまで伸びるのどこまで縮むのあとは、余白の設定。あの、SP の時の余白と PC の余白どうなってるのと、同様に、フォントサイズの、フォントファミリーとサイズ。あの、見出しのところは全部変えるとかだとわかるんですけど、ここだけ変えるとかになるとやっぱ難しいですよね。その他に、ブロックどこに配置されてるのかと、 その装飾と配置、レスポンシブも含めてどこに入るのとかそこ含めてですね。まあ、この辺の条件の把握が必要になります。まあ、自由なデザインでもできるといえばできるんだけど、ね。難易度が上がる例を紹介します、えー。シンプルなとこで言うと、PC とスマホの画像を変えるっていうのってデフォルトではないんですよね。 左の画角の時と右の画角の時、まあ、CSS でできるじゃんっていうところもあるんで、それ CSS でできる範囲の画像だったらいいんですよ。そうじゃない時もありますよね。もう完全になんか人をど真ん中にの、ここの人の顔だけは絶対切れないように作りたいみたいなパターンってあると思うんですが、そういった時はどうしても CSS だけじゃ実現できない時があります。なので、えー、登録しなきゃいけないんですが、えー、これを用意するのは、さっきも言ったんですけど、これ難易度があるんですよ。できないわけじゃないんですよ。 プラグイン使えばできるんですよね。きっとで。で、実装すればできるんですよ。けど、やっぱり難易度上がるし、費用かかるよねっていうところです。まあそういったのを、他にもいくつか紹介しますが、えー、続いて紹介する例としては、例えば背景がこんな、えー、自由に配置されてるような例ですね。まあこんな肉肉しいわけじゃなくてですね、あの、右にもあるし、左下にもあるし、これ伸びた時どうすんのとか。このサイズ維持で、左、右がついてくるのそれとも拡大すんのわかんないですよね。 わかんないっていうか、デザイナーさん多分あんま考えてないそれこんな感じでいけばいけるでしょうみたいな感じで入れてる人もいるので、そうじゃない人もいるもちろんいるんですが、どうなのかっていう意図を確認しながらえやる必要があるんですが、じゃあこれ実際どうするかっていうと、スタイルにやっぱりクラスを設置して入れるか、パターンを作るかのどっちかになるかと思いますが、運用の時にうまくいきるのかなというようなのはやっぱり悩みになると思います。あとは、え、ー 余白の設定とかですね。上が PC、下がスマホだとした場合に、えー、テキストのサイズも小さくなるし、余白も小さくなる。っていう、統一のルールだったら、まあ、えー、ある程度いけるかもしれないんですが、基本的にはデフォルトは、あの、サイズ設定すると、PC と SP 同じサイズなんですね。特に余白も設定すると同じままいくんだけど、これ、このデザインで来ると、うん、どうしようかな、ですね、まあ。かといって、じゃあ、PC に合わせるってなると、 ちょっとでかすぎるよと。そうするとデザイナーはじゃあどう判断するか、こっちで合わせるのか、それともスマホで合わせるのかやっぱ考えてほしいなとは思っています。で、なぜこれちょっと大変かっていうと、えー、基本的には、えー、設定、あの管理画面で余白つけれる,けれるんですよね。 この右がちょっと小さいですけど、マージンとかが付けられるんですけど、基本的にここで付けるマージンっていうのは PCSP 統一なんですよ。同じものが使われます。分けたいときはクラス設定とかしなきゃいけないですけど、その設定してまでこれ無視してまで作るのっていうのがあるので、やはりシンプルにするためには PC と SP は余白、フォントサイズは統一して作った方がシンプルにできるよねっていうところになると思います。 ま、あと苦手な点はこういうところですね。さっき、ネガティブマージンブロックっていうのを作ったって話しますが、やっぱ作んないとマイ、ネガティブマージンっていうかマイナスのところで設定するのがちょっと時間かかるので、まあ、そもそもその重なり必要なのっていうのは考えるポイントだと思います。皆さんどう思いますかねあの、毎回重なってるの見るたびこれいるのかなっていつも悩いながら <laughs> 実装するんですが、えー、なんか、 ね、あの、まあ、必要なら実用する、実践するよ、実装するよと思うんですけど、はい。皆さんならどう思うか <laughs>。まあ、それらで、えっ、ー、と、ブロックエディター、もう一度整理なんですが、こ実装じ、できないわけじゃない。けど、実装個数かかるポイントをやっぱ整理すると、レスポンシブの配置、レスポンシブの、えー、サイズとかですね。そして、ブロックの重なりがあるかどうか。と、えー、余白やフォントサイズの差があるかどうか。 え、PC と SP で画像が切り替えなきゃいけないのか、あとは自由な背景とか自由な配置のものがないかどうかです。結局のところ、運用も考慮したブロック設計が重要だよっていうのが今日の一,一連の流れで分かったと思います。ブロックだけでページが構成できるにさえすれば、お客さんの方でいくらでも追加できるし、ページ追加したいっていう時にわざわざ連絡して構成かける必要もないと。まあ、あの、傾斜化化すると、 金になんないじゃんと思われるかもしれませんが、お客さんのためにとってはそっちの方が絶対いいですよね。やっぱお客さんの方で自由に追加したり変更できたりする方がいいと思いますし。まあなので、制作のブロック数で、最初の見た時に変わるので、デザイナーさんはどんぐらいのこの実装コースがかかるのかはページ数とかものじゃなくて、どんだけのブロックのパターンとかスタイルのパターンがあるかです。あとはカスタムフィールド。 まあどうしてもやっぱり詳細ページから一覧ページに出すときに、あの、ここだけは出さなきゃいけないっていうフィールドがあると思うんで、えー、っていうときもあると思います。なので、えー、絶対なくせってわけではなく、最小限にしましょうっていうのがポイントですね。考えずに、もうブロックでできるってところもカスタムフィールドにする必要は全くないと思うので。なので、そこは最小限に抑えましょうっていうのがポイントになります。まあだから設計時からの検討は重要だよ。大事だよっていうのが、 一番今日のポイントになると思いますね。最後にまとめです。はい。最初にもお伝えしましたが、ブロックエディターが登場して、制作はだいぶ変化したはずなんです。が、皆さんまだまだ変わってないですよね。あの、ぜひこの機会に変えてほしいなと思います。し、えー、HTML を先に制作を始めちゃった人は、まずは設計をするっていうのを、えー、考えてほしいです。その HTML 本当に必要で、かつお客さんがどう入力するかも、この、さっき、 右側にいろんな設定があるんですね。あの設定も活用できるようにちゃんと作るようにしましょうっていうのが基本になります。あとは先ほども言ったようにカスタムフィールドは基本はなくていいと思います。なので最小限のところで作りましょうというのが抑えるポイントですし、あとはスタイルの設定やパターンはできるだけ活用しましょうっていうところ。そしてデザイナーはそのブロックの構成どんぐらいかかるのっていうところも把握しながらできるだけデザインしましょうと。 デザイナーさん多分ワードプレス案件かどうか気にせずにデザインされるっていう人もいると思うんですよね。なんですが、ワードプレスの案件であれば、個数どんぐらいなのっていうのをデザイナーさんからの押さえておけば、そんなに難しいパターンいっぱいじゃなくても、その中でプロとしてできる範囲の、えー、と最,最大限のデザインをできるんじゃないかなと思います。あとはさ途中でお伝えした難しい、えー、とでポイントですね。SP と PC のサイズの差はなくしましょう。 っていうところと、えー、あと今日の途中に戻りますが、カスタムしてみるは使いは全部できるじゃんっていうデザイナーのコメントもあるかもしれませんが、それは最終集なんだよと思います。はい、今日の話は以上です。ありがとうございました。ハムさんありがとうございました。えっとこの後少しお時間があるので質疑応答を,をさす。 取らせていただきたいと思いますが、えー、お聞きしたいことある方いらっしゃれば挙手をお願いします。はい、では前の方先に。あ、ありがとうございました。あの、そのデザインが来てからあの。 それをブロックでどう実現するかっていう設計の部分が大事っていうのがすごく参考になりました。で、えっと、質問なんですけど、あの、その設計がすごい大事なんですけど、あの、HTML とか PHP で私とか普通に実装してると、後からなって、あの、ここの部分やっぱちょっとデザイン変えたいみたいな感じで、で、そういう場合は、あの、まあ、 html をちょっと修正して、あの、実現するってことがあるんですけど、ブロックの場合だと、あの、ちょっと、結構そこの設計の部分に関わってきちゃう場合とかは、あの、また追加でなんか、あの、もらうのか、それか、ま、できませんって断るのかとか、そういった時ってどうされてるのか知りたいです。はい。ブロックエディターにした時に、後から追加の、えー、要望が出た時っていうことこですね。あの、 スタイルである程度、パターンした中で選択できる範囲であれば変えればいいだけなので、そこは別にあの、コース書か,かないと思います。ところが、やっぱりコースをどうしてもかけてまで実装しなきゃいけないってものに関しては、予算の範囲であれば、そのまま、えっと、追加はするかもしれませんが、予算とスケジュールどうしても間に合わないものはやっぱり追加ですよねって話で進めます。というのもデザイン出てきてからやっぱりあの構成は考えるはずなので、やっぱ後から追加のものはやっぱ追加扱いでいいと思っています。 で回答でよろしいでしょうかね。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。今日はありがとうございました。えっといくつか聞きたいことあるんですけど、まず一つ、<laughs> えっとあの、えー、そもそもなんですけど、その、えー、作り始める前にお客さんからもう。 こことこことここのコンテンツは触りたいっていうふうに言われてえブロックにされてるのかっていう。まあだからああのブロックのカスタムブロックを作るのにも高速かかると思うんですけども、えーまあ、実際そこをいじるかどうかっていうのはあんまりお客さん側でわかってないパターンっていうのもすごく多いと思うんですけど、もう そこは話し合って、えー、やり始めたのか、いや、もう全部とりあえず触れるようにしましょうよということでやり始めたのか、どっちかっていうのを、はい、はい、お聞きできたらと思います。はい。ブロックの、えー、ところをお客さんが全部触れるかどうかっていう質問ですね。えー、やっぱ触るかどうかはお客さんにやっぱ最初は聞きますし、そこは最低限実現するというポイントで作りますが、基本はそれ、えっ、ー、と、お客さんが分かんなければ後から大体変えたいっていうのが、 もしかしたら運用を始めて半年後だったり1年後であるかもしれないので、えー、それらも最低限というわけではないんですけど未来もちょっと予測しながら、まあ、変えるだろう前提で作ったりすることが多いですので、えー、もうお客さんはここ絶対触りませんは、えー、当てにしませんはいでいいと思いますいますいくつかで一つで大丈夫ですかね

じゃあ、お時間がそろそろ来ておりますので、この後もハムさん、あの、会場にいらっしゃると思いますので、どこかで捕まえて、一緒に皆さんでお話をしていただければと思います。えー、では、お時間になりましたので、このセッションはこちらで終了させていただきます。ありがとうございました。ハムさん、ありがとうございました。